暮らしのさまざまなシーンに普及する IoT 家電。しかし普及に伴い IoT へのサイバー攻撃も年々深刻さを増しています。乗っ取った多数の IoT 家電を経由して他のサービスへの攻撃や IoT 家電の予期せぬ動作や機器の停止が起こり得ます。そこでパナソニックは IoT 家電へのセキュリティを強化する2つの新たなソリューションを提案。アスティラはパナソニックの IoT 家電へのサイバー攻撃をリアルタイムで観測し続け、情報の収集と分析をいち早く行うことで IoT 家電へのサイバー攻撃をスピーディーに対処するプラットフォーム。そしてスレイムはIoT 家電に感染し乗っ取りを図るウイルスを検知遮断する、いわば機器の免疫力を高めるワクチンのように機能します。製品に組み込むスレイムは自社製ならではのきめ細かく、各 IoT 家電の特徴に最適化したカスタマイズが可能です。今後ますます増え続けるパナソニックの IoT 家電に対してアスティラとスレイムはメーカーとしてセキュリティを飛躍的に高めるソリューションを提案し、暮らしの安全・安心を守り続けていきます。パナソニック。